どうもこんにちは、ナナです。どうもこんにちは、ケントです。ということで、やってきましたサイゼリア。ハモったね。え、今すぐぐらい今ハモったよね、めっちゃ狙った。今日は、なんか誰かの、なんかおい、やめろ、気持ち悪いからなんか俺 YouTube でサイゼリアの1000円ガチャってやつ見つけたんですよ、ね、そう、サイゼリアの1000円ガチャって検索すると出るんですけど、ボタンを押してガチャすると1000円以内で満腹になるコースがこうなんかガチャガチャに出てくるみたいな。 それがやりたすぎて来ました。いや、やりたく面白いよね。というわけで、それやりに、今から、サイゼリアに行きたいと思います。いいっすか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。ウィス。というわけで、サイゼリアの中に入ってきましたということで、早速、サイゼリアガチャ回していきたいと思います。はい、というわけで、これがウェブ上にあるサイゼリアの1000円ガチャってところで、このガチャレットボタンを押すとガチャができます。まあまあ、試しにね、どんなもんが出るかって3回ぐらいやってってやると、例えば、プリンとティラミスの盛り合わせ、チョリソー、セロリのピクルス。これはお腹いっぱいにならなくないっていう、まあ感じで、こんな感じにね、指定してくれるんですよ、食べるもの。じゃあもう一回回して。なんで笑う。俺これ無理だ。これ出たら俺もう無理。トリュフアイスクリーム、イタリアンサラダ、サントリーオールフリートッピング半熟卵。待って、お酒も入ってんだこれ。待って、お酒はやべえよ。酒飲めねえから。でもサントリーオールフリーだからこれノンアルじゃない。ノンアルだ。ノンアルだわ。あ、じゃあ大丈夫。大丈夫。私先引きます。今だって時引いてる。ここ結構今日の晩飯決まる。行きます。はい。すごいじゃない。じゃあこれ。タラコソースシーフのダブルと、柔らかオーマルのオンサラダ。あ、いいじゃない。待って、これめっちゃいいじゃん。お前。いいじゃない。なんかバランスも取れてね。ラピアとかよかったな。もう綺麗ね。ガチャガチャなんだから。はい、じゃあ今回今日の夕飯はこれです。夕飯はこれです。めっちゃいいじゃん。野菜ソースのハンバーグと、あとミニセセリと、あとイタリアンサラダ。イタリアンサラダ。え、ミニフェスって何？フェス。あ、これだ。お、お、取れちゃうこれ。じゃあ野菜ソースのハンバーグ。はい、野菜ソースのハンバーグ。カッコディアブロ風で。はい、カッコディアブロ風で。はい。ミニフェセル。ミニフェセルおいしそうですね。タラコソースシシリー風のダブル。ダブル。じゃあもう一個やる。ちょっとなんか物足りないらしいんで彼が。やるんだったら俺は。よろしく。まんじゅう。オーケー。次行く？次行くよ。ピザ来た。いいんじゃないこれ。ミニフェセル。なんかのピザ。レモンのソルベ。うん。ホッカショー。ホッカショー。ミラノサラミピザ。ミラノサラミのピザは一つ。あとシチリア産レモン。のソルベ。シチリアレモンのソルベ。どうでも。本気のハズレは出てないんだ。出てないね。というわけで来ました、こちら。こちらレモンソルベですね、こちら。じゃあまあ、とりあえず食べますか。半分にしようぜ。いただきます。いただきます。うまい。うまい。あ、シチリアを感じるわ。はい、じゃあシチリアどこにあるのか言ってください。イタリアの、シチリア。お前、時々天才だよ。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけでこちらがイタリアンサラダでございます。え、結構お腹いっぱいになるよこれ。え、大丈夫。3000分頼んで当たり前。当たり前なんだ。これがあの有名なあのサイゼリアドレッシングか。そうなんです。なんかね、これ食ったら分かるんだけど、シチリアを感じる。ミラノの風が吹いてる。お前そういうの言えばもうなんかいいとか思ってんじゃねえぞお前。こちら青豆サラダでございます。でもよく考えたらさ、サイゼで1000円って高くね。でもさ、これだけサイゼで1000円で取るのか、夕食で1000円で取るのか。確かに。だってさ、こんだけ頼んで3000円で焼き肉頼んだら1回で3000円で。確かに。こちら、タラコソースビーフ2倍でございます。多いよこれ量。やばい。初めて見たこちらミニステーですね。これなんか揚げパンみたいじゃないこれ。こちらがハンバーグ、野菜、チーズ、ゴジリフで、あとこれがピザで、まあこれでほぼ全部ですね。3000円初めて見た。ここが俺の進行サボタゲムが使う。まあこれでさ、バカだってねえわ。
パン類多くない？パンゼミにやってる。これぞまさにパンデミックってか。はい、完食しました。完食しました。お腹いっぱいです。ガチで腹苦しい。3000円で2人でお腹いっぱいだから、1500円ずつでお腹いっぱいだから。焼肉行くならサイズでガチャしろっていうね。確かに。だからこう、外れもあって当たりもあって、そう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 、ワクワクします。結構だから、皆様もよかったらぜひチャレンジしてください。というわけで、まっキューバー。お、ちょっと待って待って待って、もうさすがに手元にもないよ。こちらペヤングから出てる